アブデュルカーディルは、オスマン帝国海軍が第一次世界大戦前に、自国で建造した全土旧戦艦で、同系艦はない。本艦は、オスマン帝国海軍が、自国の沿岸防衛のために、国産しようとした全土旧戦艦である。しかし、積極的に外国から技術導入したオスマン帝国が、自国のコンスタンティノープル造船所で1892年から、 建造開始した。しかし、建造が途中で中止され、1904年に再開した、時にキールを固定する課題がずれて船体がねじ曲がって傾いていることが判明し、1911年に建造中よされ、1914年に解体処分された。本館の船体形状は平ら乾板型船体される設計であった。監視水面下に昇格を持つ、 監視官班上に28センチメートル砲を収めた大煙筒型の連装式の砲塔が一気、その後部から上部構造物が設けられ、その上に両脇に船橋を持つ箱型の環境と二段の見張り所を持つミリタリーマスト型の全部マストが立つ。船体中央部には日本煙突が立ち、その周囲は関西艇置き場となっていた。原則部には 複砲の 15cm 速射砲が、ケースメート配置で等間隔に、片元3機ずつ、計6機が配置される設計であった。上部構造物の後方に一段の見張り所を持つ後部、ミリタリーマストが立ち、後部甲板上に、後ろ向きの 28cm 主砲塔が1機の配置であった。他に、耐水来艇迎撃用に 8.8cm 速射砲を、 監視と監備の原則部にケースメイト配置で1機ずつと、棒立てのついた単素砲画で構造物の上の四隅に1機ずつの軽発気を配置される設計であった。ありがとうございます。